はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼヒコです。それでは今回なんですけども、まあサムネとタイトルにも書いてある通り、オリガインペイが本気キャッシュレスウィークのお得な使い方ということで、僕の方で今回、キャッシュレスウィークと、そしてプレミアムキャッシュレスフライデーというのが新たに出てきたので、そちらを簡単にまとめましたので、お伝えをさせていただきたいと思います。はい、それでは早速見ていきたいと思うんですけども、まずキャッシュレスウィークではなく、キャッシュレスフライデーの方からお伝えしていきたいと思います。でまずはこちらの4月26日限定キャンペーンということで、プレミアムキャッシュレスフライデー 20% クーポンプレゼントということで、折り紙アプリ内のキャンペーンページにて当日のみ、この4月26日のみ利用可能な 20% クーポン、最大割引額が1000円がその日に3枚取得することができるんですよね。いや、これまたすごいですね。これはちゃんと4月26日限定のキャンペーンとなっております。で、続いてこちらも4月26日の限定キャンペーンなんですけども、ここはちょっとまあ使う時間帯が決まってるんですけども、4月26日の15時から18時の間に決済を行った折り紙ペイのすべてのユーザーに後日100円オフクーポンをプレゼントということなんですよね。で、こちらは利用可能な期間というのが4月27日から5月6日という、もうこちらはもうそれこそキャッシュレスウィークというよりかはもうゴールデンウィークもう真っ只中っていう感じですね。で、先ほどまでのはもうプレミアムフライデーのことなんですけども、今度は次のキャッシュレスウィークの方ですね。キャッシュレスウィーク実施キャンペーンということで、こちらは5月6日までのキャンペーンとなっております。で、これは今まであったキャンペーンと同じで、1キャッシュレスを始めようということで、掲示されたポスターの QR コードを読み取ると 10% オフのクーポンが取得可能となっております。で、このポスターっていうのは右下に折り紙ペイのクーポン、そしてまあ 10% オフって書いてて QR コードがあると思うんですけども、使えるお店でここの、クーポンがあるので、これを読み取ることができたら、その時に 10% オフすることができますよというふうになってます。で、次、キャッシュレスウィーク実施キャンペーンということで、2番、キャッシュレスウィーク期間中使える 10% オフクーポン、アプリ内のメッセージ機能から届くということで、最大割引額が1000円、利用可能期間が4月27日から5月の6日ということで、このメッセージ機能っていうのが、一応右の画面を少しちっちゃいんですけど見ていただきたいんですが、今、折り紙ペイにメッセージっていう項目があるんですよ。そちらを押したら折り紙ペイが随時いろいろメッセージを送ってくれるので、そこから 10% のオフのクーポンがキャッシュレスのウィークの時に期間に使えるクーポンが届くというものになっております。まあ、以上が、キャッシュレスウィークの流れになってますね。で、あともう一つ、こちらもホームページから抜粋してるんですけども、ちょっと、これを見てて、ああ、これいいなと思ったので、ちょっと、そのままなので、文字が小さいんですけども、ちょっと読み上げさせていただきたいと思います。これ、続いての3番になってるんですけども、一応。キャッシュレスウィーク期間中は、折り紙アプリの中でレジャー施設や、文化施設などの地元のお店を再発見していただけるような特集をし、全国各地の加盟店の活性化を推進しますということで、一応こちらレジャーカルチャーを楽しむ、お出かけを楽しむ、趣味エンタメを楽しむ、食を楽しむ、体をメンテナンス、コーディネートを楽しむ、専門サービスを利用ということで、これ何が言いたいかというと、まあ多分僕の中ではこの一番僕キャッシュレスのところで、まあよく僕の動画でも言ってるんですけども、このエンタメ要素ってすごい大事なんですよね。もうこの楽しむっていうところが結構ポイントで、なんだかこう、一応この折り紙ペイにもマップの機能がついてるので、それを探しながらこういったまあレジャーとか食であったりとか、いろんなサービスを楽しんでくださいということだと思うんですよね。そう、やっぱり楽しくないと何でも続かないんですよね。やっぱりキャッシュレスって、キャッシュレス以外にも何でも言えると思うんですよ。けど今回このキャッシュレスにエンタメ要素が入ってることってやっぱかなり重要なので、やっぱそこを押してる折り紙ペイって結構好感度、僕からしたらかなり好感度上がるなっていう風に思いました。はい、ということで、
今回はキャッシュレスウィークとプレミアムフライデーについてお話をさせていただきました。もしかするとちょっとごっちゃになっていることもあるかもしれないんですが、その場合はまた動画を見直していただいたりとか、あとはあの折り紙ペイのホームページなどにも記載がありますので、その時に確認していただければと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、あとはグッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただけると嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。